はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということで、4日目の朝になりました。はい。前回の動画でですね、ちょっと素材を集めてきますと、言ってたと思うんですけど、あ、誰か来たね。集めてまいりました。はい、バッチリと。ちょっと待って、誰か来たわ。ちょっと拠点壊されたら嫌なんで、やっちまいますか。どこ？向こうか。こっちか。どこ？いた。おりゃ。落雷攻撃を食らえ。いや、ワンドが強えんだよね、マジでね。マジで強い。やっと使い方がなんか分かってきた。はい。ということで、素材をね、大量に取ってきました。これ見て、ほら、じゃら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 んじゃらんじゃん、じゃん。でね、で、面白いんですよ。これ、まあ、木をね、木も欲しかったんで、基本的に森場用まで行って木を切り倒してきたんですけど、ここら辺のやつもね。切るとさ、これ、こうだったかな。これ、ほらほら、こう、ちゃんとこういう、アイスツリーとかさ、こう、ファイヤーツリーとかさ、ライトニングツリーとか、たまになんだけど、ごく稀になんだけどね、木が手に入るの。これ、植えればさ、ね、植えれば生えてくんじゃないこれ。まだ植えてないけど。すごくない？あ、ねえ、ほら見て。麺もね、いっぱい取ってきました、これ。788か。大量に取ってきました。はい。で、これでね、何をするかっていうと、アーケイの装備を作りましょうという話ですよ。これね。この辺。これ何が作れ、何ができるんだっけ？歯切れがいるのか。歯切れ。あ、210足りるかな。一応ね、この糸大量にいるかなと思って、糸を作ってるの、あ、作ろうってね、糸大量に作りました、2000円。このさ、この何これ、アーケインストリングがさ、めっちゃいるからさ、めちゃめちゃ作りました。はい。ということで、順番に作っていきましょうか、これ。アーケイン装備をフル装備で、なんかゾンビを倒すっていうクラフトがあったんでね。はい。じゃ順番に、まずグローブね。シェードはいらんかな。シェードいらんような気がする。ソーサラー、シャツもいらんねんな。防具だけでいいんじゃないかなっていう気がするな。チェストはあるでしょ。で、バンダナでしょ。フード分解しちゃったかな。分解しちゃったかもしれない。で、そう、ブーツいるかな。あと、レッグアーマー。ちょっと待って、もう動けない。ちょっと出来上がるまで待たなきゃいけない。レッグアーマーでしょ。ブーツいらないかもしんないけどね。どうだろうね。はい。これでまあ大体フル装備じゃない？違うかな。違いますかね。ライトニングのアーマーをね、基本着てる。あ、ソーラーフードいらなかった。待って。フードいらねえ。フードかぶってた。じゃあこれソーラーローブにしようか。ソーサラーローブにしようか。基本ライトニングの装備をしてるんで、この辺ね。まあ、これ違うけど。これ普通のパッド入りグローブだけど。パッド入りグローブ。だけど。レッグアーマーとブーツもこれ、ライトニングなんだよね。うん。ソーサラーシェード。これはライトニングじゃなくてもいいような気がするけどな。ねえ、ダメかね。これいるかな、これ。これいりますかね。まあ、作れるけどね、別にね。作っとくか。いらないような気もするけど。いらないような気もするけど。はい。で、これが揃ったら、多分、どれだっけ？アーケインアーマーセット。これ、アーケインアーマーセットのゾンビを一体殺すっていう、これがいけるんじゃないですか？ね、自分で作成することで完了します。これね。で、アーケインビーストがよくわかんないんだけど、アーケインビーストかなんかあれを作らなきゃいけないのか？なんだっけ？オムニなんとか、アーケインビースト、これ。オムニの血がどこで作るのかわからないって言ってたんだっけ。ねえ。オムニの血、この祭壇のマークが出てるけど。祭壇のマーク出てるけどね。祭壇、なんよくわからないな、これ。一応持ってんだけどね、これね。火薬もいるんだ。これ作り方がわからんな、マジで。はい。ということで、できた。あ、できてるね。じゃんじゃんじゃんと。あ、レベル上がった。ちょっと順番に装備していきましょうか。はい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 と。これでも結構、これでもういけんじゃないかっていう説あるけどね。なんかバフがかかるんだよね。あ、かかってないか。バフかかったような気がするんだけど、全部揃えたら。やっぱこの2つもいるのかな。
アーキングアーマース、あ、8分の10、やっぱ全部これとこれもいるんだ。8分の10、10分の8か、10分の8になってるわ。ライトニングアーマースとか1個来てるからね、これはね。あ、まあでも多分ライトニングで揃えた方が本当はいいような気がするけどね。私ライトニングの魔法使いなんでね。ちなみにサングラス余ってないのかな、壊しちゃったかな、これ。ああ、ライトニングだった、残念。ライトニングが2個あるんだ。そうか、なんか余ってたなという気もしたんだけどね。はい、これで9分、10分の 9?10 分の9ですか。始まるけど、あと1個だ。やっぱこれいるんだ、シェード。いるのか。いるんか、それ。まあいいか。あと7秒だ。じゃあこれ出来上がったら、ちょっとゾンビを1体軽く倒してきて、ね、サクッとね。サクッと軽く1体倒して、はい。これで揃った?揃ったんじゃね ?10 分の10来ました。はい。ちょっと上がったのか。キャスティングスピード。キャスティングスピードとか、なんか知らんけど、上がってんのかな。じゃあ、これだね。アーケンアーマーセット。これ。これがいけるはず。やっちゃうか。やっちまうか。ささっと。一応閉めとくか。でん。とう。はい、どっかにいませんか?ゾンビくんたち?ゾンビくんたち?その辺の家に入ってみるかい?ここもう湧かないのかな?湧くよね、でも多分ね。ここね。そのうち湧くよね、またね。この辺の家でも入ってみる。これ上に行けばいいでしょ?これね。とう。とう。とう。こんにちは。ここから出てくる?あ、出てくるね、これね。出てきたね。ベッドインか。あ、もう一人いた。あ、オッケー。アーケインアーマーセット終わった。やったね。え、ソーサラ来た。ソーサラが釣られてやってきた。え?中にいるの?外か。あ、いた。どっちだ?ライトニングか。ライトニングか。暗い。俺の方がライトニングとして同じライトニングソーサラーとして俺の方が優秀だと思いしれ。ほら、おい、ほら。くたばれ、くたばれ。あ、はい、なんだ、なんか召喚した、なんか召喚したぞあいつ。何、そんなことするの。あ、ストームトーテムとかも。あ、結構さ、あの、宝石持ってるよね、こいつらね。銀とか、金とか、ダイヤとか、謎に。ねえ。ちなみにあいつ今召喚したの。鳥。鳥召喚するの、やっぱり。なんか、この間もなんか、召喚してんじゃねえかという気がしたけどさ。召喚するのかね、ガチでね。じゃん、シャツ。こっちは?何もないのかな。トウ。あ、なんかカバンあるね。にん。スクロール。スクロールが結構手に入るんだよね。マジで。スクロールがね、やたらと手に入るんだよね。本当に。全然使ってないけどさ。全く使ってませんが。こんにちは。ドーン。ドーン。あはは。ひどいね。余裕じゃない、余裕すぎんか。ちょっと、あ、ここ、あ、なに、これ出れんの、外に。こんな感じだっけ。ここになんかあるね。パコン。紙欲しい気がするけど、もういらないかな。あの、なんだっけ、チェストを作るのにさ、紙が必要でさ、結構ね、紙集めたのよね、たくさん。一生懸命。一生懸命集めたんだよな。紙が必要だったから。ここは開いてないよね。施錠済みだよね。ちゅうことは何?外から回って。どこから行く?あ、ここ入んのかな?こんにちは。じゃじゃん、じゃじゃん。じゃじゃん。この魔法はちょっと、ひどいね。何かとね。これ出てくるでしょ?これ出てこないの?こんにちは。あ、いたいたいた。脳天。脳天に食らわしていく。もういないのかな?
もういないの？あ、意外と広いんだね、ここね。あ、財布ある。はい、お金。この裏とか、ないか。はい。なんか面白いもんはないの？ないみたいね。これ布は多分、布、さっきもいっぱい使ったからな、布。この下になんかあるな。はい。そう、ポーションもたくさん拾うんだよね、さっきの。スクロールもさ、巻物もいっぱい拾うんだけど、ポーションもね、なかなかの勢いで拾うんだよな。こんにちは。閉まってる。閉まってる。あ、そうなの？誰もいらっしゃらない。あ、アイスソーサラーローブ。アイスマンじゃないけどね。まあ、そのうちでも、アイスもコメットとかめっちゃ強力だったからね、前回の魔法。前回やってた時ね。コメットの魔法とかね。メディオと同じぐらい強烈だったからな。あれもね。チラッチラッ。お、音？音？音？あ、めっちゃ強いな、この魔法は。この魔法超強すぎんか？なかなか。あ、なんか、変な魔法の武器拾った。なんだこれ。ライトニングダガー。すげえ。え、こっちとどっちが強いの？あ、こっちのが強いじゃん。品質6の、品質6の骨ナイフのが強いじゃん、ね、マジ。へぇー。へぇー、まあ一応もらっとくか。珍しい。レアな武器なのかもしれない、ひょっとしたら。あ、ちなみにスキルポイントもらってたね、これね。読んじゃうか。じゃじゃじゃん。じゃじゃじゃん。なんで探索してんのかよくわからんけど。なぜこんな家を探索しているんだ、俺はっていう気がしないでもないけどね。まあ流れだからいいか。はい。ん？いや？おう。顔を打っとるか。顔面ぶつ、顔面、大変な音になってんじゃん。ひどいな、この魔法は。一応なんかライトニングの、なんだっけ？これみたいね、一応ね。ライトニングスペルらしいね、だからこれ見ると。ほらね、ライトニングスペルを使うみたい。スピリッツを使って。ね、飛ばないけどね。飛んでくんじゃなくて上から落ちてくる感じだけどね。あ、地下だ。でもこっち行けないから、ここ閉まってるから。まあ、こっち行くしかないのか。殴ったりできないんだけどね。こっちのワンドの方はね、同じ杖でも。こっちは殴れるけどね。スタッフの方は。スタッフもさ、ワンドも同じ杖だよね、確かね、意味はね。スタッフがドイツ語だっけ？そんな感じじゃなかった？違ったかな？そんな感じだったような気がするぞ。どっちも意味は、杖の意味だったと、ような。杖っていうことだったような気がする。はい。あ、そういえばね、全然関係ないですけど、もうすぐね、これ、今、私やってるのバージョン 1.42 なんですけど、もうすぐね、1.6 になるらしいですね。うん、年明けのね、挨拶の時点でもうすぐ1月末に 1.6 になるよっていう予告はあったんですけど、まあ、なかなか来なくてね、1.6 が。1.6 にもっと早くなってたら私多分 1.6 をやってたと思うんですけど、まあ、ぼちぼち来るみたいですね。うん。で、なんか APP データの方に、ディレクトリー拾ってもらえるようになったかなんかで、なんだっけ？モッドランチャー？モッドランチャーの方で復活するみたいですね。うん。だからそんなことがね、書いてあった公式のところに。うん。モッドランチャーで復活するらしいです。これで壊せるんだね、一応ね。ということで、モッドランチャーで復活したらまた皆さんもね、普通に、なんか難しいことわかんねえと思ってる人も普通にできると思うので、よかったらやってみてください。結構大型アップデートらしいので、大幅に変わるというふうに、開発陣言ってますんでね。何がどんな風に変わるのかは知らんけど、うん。まあ、期待していいんじゃないでしょうか。上にいるひょっとして。上にいそうだね。いないの？いないの？カバンだけあるの？
上がれるとか。あ、いないね。いないわ。こっち？あ、こっちだ。バラバラバラン。はい、ということで、まあ、1.6 がね、公開になったら私も 1.6 やりたいなと思っております。はい。途中でやめて切り替えるかどうかわかんないけどね。うん。結構大幅に変わるって言ってるんでね。大型アップデートって言ってますからね。まあ、だいぶ変わるんでしょ？わからんけど。何が変わるのかあんまりいまいちよくね、よく見てないんでよくわかんないんだけど。そこを見とけよっていう気もするけどね。そこを見とかないとダメでしょっていう気もするけど、ごめんなさい、見てないんでね。いつものことだけど、いつものことだけどね、見てないのはね。この中にもなんかあんのか？この中には、クレートがあるね。あ、お宝だ。お宝。じゃじゃん。あ、そして出口、掘らなきゃいけないんだっけ。あ、掘らなきゃいけない系だ。マジか。まあいいか、掘るか。まずね、スタッフは何でもできるからね、これね。掘れるからね、スタッフで。土も。木も切れるしさ。木も切れるし、土も掘れるって。何でもできる。万能だよ、これ。お、一発で開いた。はい。じゃん。あ、レシピ。これ何？リーバー、ポケットルー、あ、荷物いっぱい持てるようになるのかな？やったね。なんでリーバーなんですか？こっちはもういけないの？あ、いけないみたいね。あ、こっちはもう何もないんだ。なるほど。じゃあ穴掘って出るしかないのか？これ。これ見たっけ？あんま見てない。誰か掘ってくれてるけど、多分遅いよね、君たち掘るのね。なかなか出るのしんどいね、これ。え、石なのそれ。あ、でも壊せるか。出てきた、出てきた。どっから出てきたの？あ、こんなとこから出てきたんだ。誰？誰？あ、いた。あ、切れてきた。切れてる、切れてる。痺れるからさ、なんかね、あえて切れて走り込んでくるやつも、ちゃっかり痺れてくれるからラッキーだよね。なんかね、そこで足止めできるよね。うん。ということで、なんか、1体倒すだけでよかったのに、結構頑張って倒しちゃいました。はい。あとはでも、まだまだいっぱいやらなきゃいけないことあるんですけど、とりあえずこの、エンチャントでアーケインビーストはちょっとわからないんで、スクロールクラフト、アーケインビジョンスクロールを収集するっていうのやってみるか。作れんのかな、スクロール。歩くの遅くなった時、これ便利、めっちゃ。この、あ、速くなるやつ。あ、しまった、これいけないんだっけな。あ、いけるんだっけ、俺。俺はいけるんだっけ、いけなかったわ。足が遅いからいけなかった。普通の速度で行ったらいけるんだけどね。よいしょ。はい。よいしょ。ちなみに、なんだっけ？アーケインビジョンスクロールって言ってたっけ、今。アーケインビジョン。スクロールを収集する。地味に持ってたりしないか、これ。持ってたりしませんか、俺。スクロールいっぱい持ってんだけど。ロンギヌス、リコール、リコール、ライトニング、ライトニング、マイニング、ファイアスペルアモ、ウェポン、ハンガー、ドレイン、テレポート、アイス。あ、ないね。これはサモン、アーケンビースト。あ、ないな。ハンガー、ライトニングスペルアモ、アイススペルアモ。あ、ないか。なかったわ。まあいいか。作れんのかな？作れんだったら作るけどね。ちなみに、私、サンダーなんで、サンダーの鎧に変えたいんですけど、サンダーの鎧に変えたいところなんですが、ねえ。え、これ違うな。これここじゃないな。あ、キノコ。マッシュルームのレシピ拾った。え、どうここか。ちょっとでもなんか作りたいね。全部揃ってないんだよね。ライトニングのやつ。あ、揃ってるか。固定がないのか。固定とローブが欲しいとこだね。作れんじゃない？作れないの？あ、作れない。何がいるの？
あ、ライトニングストリングか。ライトニングストリングもちょっとあるんだよね。あと345じゃ足りないかな。何があるの？ライトニングコアが必要です。マジか。何やるにもライトニングコアっているんだね。まあ作れるけど8秒で。コアは結構なんか他のエンチャントテーブルとかにもコアがいったような気がするな。そういえば何でもかんでもコアが必要でございます。はい、これあ、これね、ダン、オッケー。手袋、固定、ライトニング、操作グローブ、グローブとローブ、ローブ、あとは衣装のシャツとか、そんな、ダメなのかな。あ、ダメか。ダメか。ちょっと待ってよ。あ、フードがないわ。シャツとズボン、あとシャツとズボン、そんな作れるか。もう作れないじゃないか。何がないの？あ、ライトニングストリングが、糸がなくなってた。糸が。分解したらいいんだけどね、これね。あ、でもライトニングがない。これ分解してもいい。ダメか。ダメか。糸作ろうと思ったら、ライトニングエクストラクト。またここだ。またこれだ。これだ。何本ぐらいあったりの ?300 ぐらいあったら足りる？うん。まあ、これで回しとこうか。で、スクロール作れるのかどうかちょっと見ましょうか。スクロールこれだよね。なんて言ってたっけ？で、あ、ないね。あれ、ないじゃん。あ、リコール、これか。ロックかかってるじゃん。あ、リコールだっけ？なんだっけ？ビジョンか。全然違う。ビジョンだった。アーケインビジョンだった。アーケインビジョンだと、そんなあった？なかったんじゃない？あ、これだ。アーケイン、ちょっとロックかかってるけど。あ、ちょっと、もしもし。あ、スクロールマスタリー、これか。じゃじゃん。1個じゃダメ？ 1 個じゃダメですか？あ、1個でいけるようになった。あ、作れる。何がいる？オムニ、あ、オムニエクストラクト。オムニエク、でも、あ、持ってないかな。あ、持ってないか。あ、持ってる。37人っていける？いけたわ。あ、何が？紙。紙。あ、紙。76。OK。紙。普通の紙でいいの？なんか、用皮紙とかじゃなくていいの？ね、スクロール用の紙ってさ、羊の皮とかじゃないの？ね、それも上質な。いいのじゃないとできなかったり。あ、できた。じゃーん。OK。人、あ、だいぶ片付いたんじゃない？これで。この辺が、取引ルート解雇また出てんだけど、これ。何回行かせるんだ。こないだの、なんかあれも何回も行ったもんね。なんだっけあれ。オークレイブンだっけ？何回でも行けるっていうね。スペルライトルーンを収集する。スペルライトルーンは多分持ってないんだよね。どこだっけ？ルーン。どこにしまったっけ？これか。ドレイン、ドラゴン、ドラゴン、スペルナイト、スペルナイト、サイレンス、アイスバーン、ドレイン。あ、ライトニングか。ないね。あの、照らすやつだよね、スペルライトってね。周りを照らしてくれるやつだと思うんだけど、確か。まあ、それはない。残念。これでも全部やったら結構なスキルポイントもらえるよね。多分ね。ねえ。ライトニングビースト。アンデッドを地獄に戻すことは孤独な仕事になる可能性があります。幸いなことに信頼できる味方を召喚することができます。ライトニングビーストを取得して最初の一歩を踏み出そう。ライトニングビースト作れんじゃない？作れなかったっけ？なんか俺読んだような気がするぞ。読まなかったっけ？あ、これじゃない？違うわ。あれ？ライトニングビースト、なんか、読まなかったっけ？あ、これか。こっちだ。あれか、これだ。ライトニングビースト。ああ、これ300いるんだ。マジ。マジ。また300いる。300ちょうど作ったわ。でもこれ別な意味で作ったんだけど。もう300作るか。別な用途で作ったんだけどね、これね。うん、これはここの糸をね、ライトニングストリングをするためにこれ作ったやつだから、これは。別なね。
これとこれでは足りない、まだ足りないんだよね、これ多分ね。はい。で、こっちはちょっとしまっとくか。はいはい。これがなんか、これめっちゃ微妙だね。でも骨ナイフよりかっこいいからこっち、かっこいいんじゃない？骨ナイフよりも。あ、かっこいいね。かっこいいわ。絶対骨ナイフよりこっちのは強そうだけど、実は弱いっていう。なんか、どう見ても、骨ナイフよりこっちのがどう見ても強そうなんだけどね。いかに品質6とはいえ、かっこいいね。ちょっとでかいね。ダガーっていうにはちょっとでかいね。ね、ダガーってあの投げてもいいぐらいのナイフだから、投げナイフにしてもいいぐらいのナイフのこと、本来ダガーって言うんじゃないかという気がするので、これちょっとでかすぎる気もするんだろうね。うん、まあいいか。まあそれな、まあ、なんだっけ、人によって違うからね、見方がね。で、はい、ということで、あ、これもうできたかな。125、まあ、もうちょいだな。何があといるんだっけ、俺。あと何がいるの。フードとパンツフードだけでいい。あ、ダメか。フードとシャツとパンツだ。そんなに作れんのかな。まずフード、もう1個でダメだ。シャツ、そう、サラーシャツ140。あ、足りないんじゃない。300じゃねえ。300じゃ足りない気がする。全然。じゃもう300作っとくか。もう300ぐらい作っていくか。で、これで300、この300は、あの、アーケインビーストに使うか。アーケインビースト。これ、あれ、これ、あと何？あ、3つもいいの？血？めっちゃ血を消費するね。どこだっけ？でも3個ぐらいあるぞ。10個あるもんだって、めっちゃいっぱい持った。肉いんの？肉50、肉50ないんじゃないか。44しかない。惜しい。肉が足りねえ。マジか。マジかよ。肉取ってくるか。幸いなことにそこら辺にウサギとかなんとかいっぱいいるけどね。いっぱいいるけど探すと見つからなかったりもするんだけどね。実はね。コヨーテがさ、たくさんいるから砂漠だから。コヨーテいねえかな。コヨーテ見つけるか。コヨーテ。どこ？いや、重いじゃないな。ゾンビのいるところには動物もいたりするんだけど。いませんか？まあ、探すといないっていうのはいつものパターンなんだけどね。探すと見つからないっていうね。鳥はいるな。鳥いるね。待って、思い出した。どっかの家にさ、イノシシがいたわ。思い出した。どっかの家の庭に、イノシシ飼ってる家があった、そういえば。それを、そのイノシシをいただけばいいんじゃね？どこだっけな？どっかの家の庭にさ、イノシシか、ここの家かな？イノシシ飼ってる家があるんだよね、なんか。ここかな？あ、違うな。あれ違うわ。ここじゃなかった。ここかな。なんかこの辺からチラッと覗いたらイノシシがいるっていう。いないな。違うな。あれどこだっただろう。家の近所。あ、本当に家の近所だったような気がしたんだが。探すと見つからないパターン。いつもの。この家かな。犬は食えないからな。ゾンビ犬だと食えないもんね。ちょっと荷物が多くてさ、歩くの大変なんだけど。あ、誰かいる。あ、外した。やっぱヘッドショットとか必要なんだね。頭狙うとちゃんと頭が飛ぶんですね。あの家かな。あの家かもしれんが。あ、待って。アーケインウサギがいる。あ、倒した。倒した。こいつ食えるからね。アーケインバニー。こいつ、またダイヤモンド持ってた。なんでダイヤモンド持ってんだ、こいつ。すごいな。お宝ウサギじゃん。
よっしゃ。20個取った。あ、これで大丈夫じゃん。20個あったらね。20個あったら作れるわ。トウ、はい、帰ってきました。じゃじゃん。だいぶ荷物重たい。だいぶ荷物が重たいけど。ちょっといらないもの返すか。ちょっと待ってくださいね。よっしゃ。はい、ということで、どこまで行ったっけ？これは一応もう1個はできるか。あと何がいるんだ？シャツだっけ？シャツとパンツ。シャツとパンツがいるけど、両方は多分作れないから。ね、145いるもんね。パンツ作るか。そうするともうなくなるでしょ。40しかない。ということで、あ、なんかダーンって言ったね。ダーンって言ったよ。これでまた作るか。あ、その前に、そのアーケイン。これだ。生肉。64。じゃん。あとだ、骨。じゃん。あ、いけるね。ライトニングビースト。ライトニングコア必要です。これは収集するだったから別に。ライトニングビースト。収集する。これのこと？オッケー。収集した。使わなくてもいいんだ。あ、使わなくてもいいんだね。終わったわ。なるほど。ライトニングフォーム。ライトニングフォームのルーンを収集する。ライトニングトラップ。これトラップ作れて出たね。ライトニングスペルタレット。ライトニングスペル。ライトニングストームスペルを収集する。あ、10個。あ、これ10個も、ストームスペル10個作んなきゃいけないんだ。どこで作るんだっけ？ここだっけ？あ、なんか鳥飛んできたぞ。何？やる気か、お前。なかなか、くそ、あなた。あなたぞ、ざまみろ。もう一羽いたけど、どっか行っちゃったな。どっか行きやがったな。あんな遠くに行ってる。これ当てるの難しいね。なんか鳥めっちゃ飛んでるな。当たった。鳥、向こうにも飛んでたね、なんかね。まあいいか。屋根開いてるからね、ここね。屋根開いてるから鳥入ってくんだけど、普通に。あ、ストームスペルは、じゃあここで作るのかって今言ったんだね。あれ違ったっけ？あ、これだ。ライトニングストームを、10個多分2個持ってたよね。8個作るか。5、6、7、8。OK。あ、そういや、このライトニングストームは使ったことないね。これね。使ってみたいね、ちょっとね。どんなんだろう。多分範囲攻撃だと思うんだけど。ね、単発じゃなくて。雷に撃たれて死ね。多分範囲攻撃だと思うんだけどな。うん。トーテムはね、なんかしょぼかったけどね。室内で使うって感じだね。ライトニングスペル。あ、これは終わったのか。終わってないわ。あ、ライトニングストーム、だって、ライトニングストームスペル収集100になってるけど。あ、そうなの？ 100 作れるよ、別に。あと90個作れってことでしょ？作れないわ。そのエッセンス、あ、エッセンスがなくなってる。そんなに使ったのか。マジか。いや、でもいっぱいあるからいいけどさ。2万焼くか、とりあえず。やりときますか。で、これはまあ100作ればいいってことね。とりあえずね。こいつに関してはね。おっと、エアドロップ来たぞ。飛行機、あ、ちょ、エアドロップ取りに行こうか。エアドロップ取りに行こう。どこ？あそこだ。あんまり、そんな遠くないね。これは、だいぶ傷ついてるけど、何で修理？エッセンスで直すのかな？あ、めっちゃごっそり減った。あ、ちょっと待って、ワンドね、スタッフも直し、オッケー。どこですか？あんなとこか。エアドロップも、どんなのが入ってんだろうね。
食料とか入ってた。また鳥がいっぱいいる。襲ってくるかな。取れる方が取れた。300m、 300m ぐらい余裕でしょ。あ、珍しいファイヤーの木がここいっぱいある。いっぱいって言っても2つだけど2つだけどさ、いっぱいって言うほどでもないけど。鶏だ、鶏肉、さっき肉使っちゃったからね、50ぐらいね。一応肉補充しとこうかな、これ鶏で。あのな、タイムラグがないからいいねこれね。飛んでくまでのさ、ね、普通弾でもさ、銃でもさ、魔法でもさ、ね、ダンチャーク今って感じでさ、届くまで時間がかかるじゃんね。これかからないもんね、このワンドの魔法はね。それがすごいな。じゃん。あ、犬が。あ、死んだの雷落としてやろうと思ったら死んだのか。なんか全然しょぼかったね、エアドロップの中ね。クソしょぼかったぞ。なにこれ。トウモロコシのレシピと木材キューブだと全然いらないや。全然いらなかった。わざわざ取りにしたのに。ね、これはショックだな。はい。ということで、まあ、ショックだったんで、この辺でやめとこうかな、もう今日は。これ当たんないじゃん、これ。これ。リーチ短い。どこで切ってんのこれ。先っぽで刺せよって感じだけどね。ウサギだ。あ、オッケー。オッケー。あ、壊れそう。あ、壊れた。直せんのこれ。直せた。オッケーオッケー。よし。肉もちょっと復活したんじゃないこれ。いっぱい使ったけど、50個使ったけどさ。ねえ。うん。ということで、まあ、とりあえず今日は、あ、じゃスピリつかない。今日はこの辺にしとくか。はい、帰ってきました。じゃん。はい、ということで、まあ、じゃあ今日はこの辺にしときましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。